はいドラマーの倉橋です、えー、と今回は、えー、とシンコペーションブックという本があります、えー、とテッドリードさんですねテッドリードさんのシンコペーションブックという本がありますけどそれを読み替えるという練習有名な練習があるんですねえっ、ー、と前に以前にシンコペーションブック読み替え練習の事前準備という動画を上げましたねまあそちら参考にしてもらいたいんですけどそれから今度はね えーと3ストロークで、ね、その読み替えをやっていくというものをやっていきます。で、そ,れその本当はその次に行きたいんです、ね。それだけじゃないよという話なんですね。なんですけど、それに行くには結構いろんな項目をマスターしないといけないんです。なので、こちら今書いてありますけど、はい、こちらはね、そのおさらいですね。で、まあ、こう書いてあるんですけど、 まあ色々こうおさらいがあるんです、ね、こういってそれで3ストロークがここなんです。で取りきれないんでまあこれ予定なんですけどパート2でこうブラシでねえっ、ー、と応用していくと。でブラシでやってって今度は5ストロークとスイスアミーをちょっと取り入れてやっていくという方法があって。 あとは他のパターン連続するパターンこういう「たかたか」っていうやつですねこういうパターンの時にじゃあどういう風に読み替えていったらいいかとかそういうのの、えー、と案の一つをねこう上げていきたいんですけど結構な内容になっちゃうのでだいぶ長くなると思うんです今回はそれに行くためにおさらいから入っていくんですけどおさらいがねちょっと長いので、ね、こうこう確認していってくださいという項目になると思います さてさてさてじゃあ長くなるのでねこうう,うん長くなるのでえっ、ー、とさっさと行きましょうさてさてさてこれ譜面ですねまあ3段しか書いてないですけどねえっ、ー、とこれはですねシンコペーションブックの一番最初の38ページだと思われるんですけど38ページの一番最初の段がここに書いてあります同じようなものが同じようなものじゃなくて同じものですねね で、こっちはちょっとそれを応用してちょっと書いてあります。ね。これをこう読み替えていくんだよという話なんですけど、まずその前にこちらの、これね、概要欄に貼っとくので、説明欄ですか、ね貼っとくので、そちらを見て、ね、参考にしていただけるといいんですけど、さてさて書いてありますね。そうです。えっ、ー、と、給付と表と裏。 ということなんですけど、この？2つをまずは覚えてくださいということです。ターンタとんたたですね。で、今回はそれに一番最初に出てくるこれですね。たたた。ね、タタータと言います。ここね、これです。たたた。これを覚えてくださいということです。まずはそうするとこれ全部読めると思うんです。 もう,一もう,一行こうえっ、ー、とこれを覚えてくださいということですねえっ、ー、とそうするとタタタタン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 ,タンタンタタこれうんが音符になるところですね同じですよねタタタの一番最初が音符に変わってるやつだからタタタじゃなくてタ,ンタ,タ,、ね、タ,ンタ,ンタタ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 ンうんねこうなります

んたたんたたたんた本当はたんたですねこれはこっちはたたなんですけどねまああのドラムですから伸ば,伸ばすという感覚がねちょっとつかみづらいと思うんですねさてさて下も同じですたたたたですねんたたた同じですけど小説をまたいりますねたたたたここはこの 2小節目と同じですね。でタタタですね。でタンタタタンタンこれ同じですね。でタ,タタタタタンタタタタタ,タ,タ全部タっていうタタタタタタうタうタタ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 さてさてさてこれをどうしていくかね。 そう、ここ大事ですね。そういう風にして読もうとしてると知らず、知らずのうちにね。譜面を200単位で読んでるっていうことになってると思います。そうなんです。あの1個1個ね。読んでいくとこれ追いつかないわけですね。だからこう塊で読んでいくっていうのはすごく大事なんですね。だから塊で読んでるっていうことで、もうこれで読み方1ランクアップしてますね。さて,さてさてさて、そしたらやってきますけど、まずは？ 単体でで、ね、そのまままやっていきます一番最初ですね一番上の段その単体そのままでっていうことですね必ず左足入れてカウント取りましょうワンツースリーフォーたいてきますねツースリーフォーこうなるですねこんな感じですね さてさてさて全然問題ないと思いますえっ、ー、となんですけどこれで手順がどういう風にしたらいいかわからないっていう人がいたと思うんです、ね、で手順をパッとこうつけられるっていうのにはやっぱりあのー、理屈があるわけなんですねそちらはあのー、別の動画でアップします、ね、まだ撮ってないんですけどね撮っときます早めに撮っときますさてさてさてそれでずっとこうやっていくわけですねまあなんですけどこれは そちらの方で、ね、やるので割割愛愛しししていいかな割愛しましょうで次はコンピングですねコンピングは左手のコンピングパート2というのがありますねこちらを参考にしてやってくださいえっ、ー、とコンピングまあ一番最初にやりますねワンツースーフォーね落ち着いてから入ればいいですじゃあ入りますね トゥースリーフォータタタン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 タタタタタタタねこうなってますねそうですこんな感じですねこれもおさらいしといてくださいねええとここで注意点なんですけどいきなりこれできないっていう人が多いんです えーとなぜかというとこれ譜面的にはねそんなに難しい譜面じゃないでしょいつもあのマーチとかやってる方にとってはマーチの譜面なんかちょっと出すとねはいえーとね例えばねよそんな難しくないですけどねこういうまあマーチーの譜面ねまあこういうのに比べたらそんなに大して難しくなさそうですよねこれね,ねこういうのに比べたらね なのでこれができないからなんでできないんだろうとかねすごくあの落ち込む人がいるんですねなんですけどあのこれできないのはね当たり前というかあのまずそうなりますこれんでかというと考え方とかそういうものが全然違う方向から行ってるんですよねまあそれに気づけないですよねわからないんだからねだからまあすごく落ち込んで 書いてく人がいるんですけど、これあのほとんどの人はできない、そうつまずきますね。音を伸ばすという感覚もたたーたって考えて叩いてないでしょ。ね。なんですなので必ずこうなるんです。でだからあんまり落ち込まないでっていうことです。でその感覚ができるとできて出来上がってくると同じフレーズを叩いても棒読みみたいになってるんですよみんな棒読み。 た方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 みたいなね。そうで、その棒読みみたいなのは、そういう観点から考えてないからなんですよ。譜面として捉えてるからね。さっきのあの2拍ずつ譜面を読んでいくっていうのも同じような感覚で非常に大事なんですけどね。塊で読んでいくっていうのね。大事なんですけど、まあ要するに棒読みみたいになって全然かっこよくならないっていう理由もそれ。の それに起因してていいいますす、ね、ることが多いですあとはジャズっぽくならないっていうあの悩みをずっと持ってる人っていうのは多いんですけどそれもこういうことに起因することがほとんどです、ね、だからってこれをやれば必ずなりますよってわけじゃないですけどねそんなに甘いもんじゃないんですけど、ね、でもそれが大きな原因の一つです、ね、なのでこれ一番最初のこのね1段目ができないからってそんなに <laughs> ね落ち込まないでくださいさて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  そしてこれですねほとんどこれこのことを言いますね、えー、と読み替えって,って言ったらねで説明しますとまあこれドラムソロパート2っていうのでね説明してますけど、えー、とこういう頭の音は3ストロークで「タタタねこういうふうにやりますシングルストロークの方が大きい音になるので 頭の音はこういうふうにやるわけでそれに対して裏側裏側っていうのは右右左こうやるわけですねなのでこの2小節目やるとこういう感じになりますワンツーこういう感じですねこういうふうになるわけです で、それで読み書いていきましょうというようなこのが、えー、とこのドラムソロパート2というのでやってます。でそれには出てこない例が多分あると思うんです。こういうパターンですね。あこれもこのパート2で説明してますけどね。こういうパターン「タンタ」っていうのはねタンタ」っていう風にこういうふうに叩きますという話ですね。だから一一緒説明 こななりますねにタ,タタア、ね、タ,タ,タはそういうふうにしてやってタンタこれあの3連符になってますからあの要するにこれ跳ねて読みますよという話ですね。まあその辺もこう解説してありますのでそちらを復習してみてください。 でそこでまあそれの時にあのー、注意してるかどうかちょっと忘れましたけどこれが大事なんですけど、えー、と皆さんアップストロークっていうのがやっぱり弱いんです中間いうかアップストロークっていうのが難しいんですねでまあこれの重要性が気付くぐらいだとだいぶいいレベルになってきてるはずなんですねなのでほとんどの人は気づいてないということなんですどういうことかっていうと例えばこの1小節目

アクセントになってるのでフルストロークになるわけですね。こねまあ、ストロークに関してはストロークというあの動画もありますのでそちらも参考にしてみるといいかもしれないですね。えっ、ー、とまあそこのねアクセントがみんな弱くなっちゃうんです。なのでそこに注意してこういう練習してやりましょうとやりましょうという話です、ね。でそれに対してちょっとねもう一つ動画を上げるつもりです。これがね うーん,なんと言えばまあ、ここに書いてああるんですけどね <laughs> まあ、はっきり言って、奥義といえば奥義なんです、これ。奥義なんですけど、その練習方法っていうのが、えっていう、あれなんですね。まあ、そのね、重要性が分かってる人が、ああ、確かにって思うかもしれないですけど、全くそういう感じが分からない人に対しては、何なんだ、この練習っていうふうになるかもしれないという、ねまあそういう動画を上げます。これも早めに上げますね。ね アップストロークがいいかかに大事かという話、ね、なぜこれを奥義と言ってるのかということも次のこの動画であげますので見てみてください。ね、さてさてさてそれじゃあ3ストロークですねちょっとゆっくりじゃあ一番上の段やってみますね。1, 2, 3, こんな感じですねえー、っとでテンポなんですけど実はこれねこのこのテンポってめちゃめちゃ遅いですよね。このテンポでドラムソローが回ってくることはほとんどないんじゃないですか。ね。 そうするとこれテンポ結構上げていかなきゃいけないってことなんですよ。まあ、最低でも140とかねそのぐらいでやらなきゃいけないということなんですね。だからテンポも上げて練習します。ね、で休符最後の休符はどういうふうに処理してもいいです。これでもいいしでもいいしね。 あのの叩かないっていうのも選択肢です、ね、まあその辺は臨機応変にやりましょう。ね、まあ、こういう感じでまあ復習をしといてくださいということです。ね。これだけでもでもちょっとねボリュームすごい結構あると思うんですよ。ね。でまあ。 さらっとねどういうものか2番3番4番をちょっと紹介したいんですけど例えば4小節単位でやってますけどブラシの場合はこれ1小節単位でもいいです2小節単位でもいいですまずはブラシで練習するっていうのは、まあ、こういうふうに聞こえますよってことですね「たったた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 たんですね。 パパンタパンッタタタンタン、ね、そういう風に聞こえますよねまあ、こういうのを紹介していくってことですねそしてまあパート3ではどうあるか例えばねまあ5ストロークにちょっとしましょうそしたらね5ストロークここに入れますこういう感じ

えーとターンターンが間抜けになりますよね。そうするとそこにスイスアーミー。ね。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。 こんな感じですね表にあるアクセントはスイスアーミーで裏側にアクセントがある時は5ストロークでやっていくという感じなんですけどえとスイスアーミーもね右からのやつと左からのやつと両方出てきますねなので結構難しいことになってくると思います。えーと5ストロー も同じですね。まあその辺をパート3でやると。でパート4はえっとですね、これで言うとねこうこういうやつ、たたたたたたたですよね。たた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 こういうのはどういうふうにやればいいんだって言うんですよ。じゃメロディーでこういう譜面が出てくるときはどういうことなのか。これ全部アクセントっていうわけじゃないですね。ね。 なのでこういうのはどういう風うにするかっていうのを今度はパート4でやるわけです。ねまあ、こんな感じでやっていきたいと思うんですけど、まあ、ここまでの,あの復習だけで相当時間かかるかもしれませんね。ねなのでまあちょっとやっていきたいと思います。ね、で今回パート1はここまでです。 ちょっとおさらいなんかも、結構いっぱいありますけどね。まあ、やってみてください。ね、時間かけて、やってみるといいと思います。そんなすぐすぐできないですからね。ね。まあ、やってみるといいです。はい、では、今日はここまでです。ドラム教室やってます。えっ、ー、と、無料体験レッスンなど。説明欄の方に、リンク貼っときます。 あと、もしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。